ロイヤルエアモロッコは、モロッコ最大の都市カサブランカに拠点を置く航空会社。1957年に創業して以来、モロッコの、いわゆる、フラッグキャリアである。カサブランカのムハンマド5世国際空港を、ハブ空港としており、アラブ航空会社機構の一員でもある。モロッコ国内線は、もちろん、アフリカ各地や中東、ヨーロッパ、北アメリカと幅広いネットワークを有している。 特に急走四国のフランス路線は多い。ロイヤルウェア、モロッコホールディングス参加にはアトラスブルー、アトラスカーゴがある。かつてはセネガル国際航空もあったが2009年4月に運航を停止した。航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。2020年からはワンワールドへ加盟。これに合わせて メンバーオブワンワールド特別塗装をまとった B787 から8がお披露目されている。B787 から 8ATR72 から600ロイヤルエアモロッコの機材は以下の航空機で構成される運用中隊駅済み A321。ありがとうございます。